ペコラさん、ユニクロみたい。欲しいなあった。お、買ってくるわ。え、ちょ、待って待って。ペコラ先輩、ラミーもそれ、お揃いで買いたいな。マジ。あ、え、ダメダメだ。好きにしてもいいよ。お揃いちでも全然いいし。とりあえずペコラ買ってくるから、なんかま、見てて。わかった。じゃあ、欲しいの、もう買ったから帰っていい？帰るね。ちょっと待って、待って、ペコラ先輩。ゲーセン行きません？な、ラミーね、結構一人でゲーセン行きたいタイプだし。なんか、いや、行ってきていいよ、ペコラ。いや、ちょっと、ペコラ先輩と一緒に行きたいな。あー、一緒に行くか。ペコラ先輩が一緒に行ってくれないと、なんか、ラミー悲しくなっちゃうな。あー、大丈夫？あー、ちょっとめんどくさいな。あ、うん。え、でも、ペコラ先輩はラミーと一緒にいたいな、みたいな気持ちない？ないかも。あ、なんか今日のラミちゃんってさ、ちょっとめんどくね？今日どうしたの？なんかペコアラ好き好き言ってくるやつってあんま好きじゃないか。じゃあ、なんならラミーの家にしたりとかしない？で、ペコラ先輩ってなんかほら、猫とか好き？え、猫、え、猫好き！あ、本当に偶然ながらもうラミーの家に猫いるんだ。え、そうなの？そう、そうなの、そうなの。ちょっとじゃあ、うちの猫触りに来ない？え、行く、え、行きたい。買い物やめて行こうよ。え、名前なんて言うの？真っ白だから、ミルクっていうの。めちゃめちゃね、人懐っこくって、もう多分ね、ペコラ先輩のね、膝とかね、ガンガン乗ってくると思う。え、こんなな、人懐っこい猫ちゃんなの。猫が優勝しました。いや、そう、伊勢エビとかも良かったんだけど。うちにも猫います。猫います。遅い、これ言うの遅かったな。猫で連れと言ったのはマリンですよ、ラミさん。いやでもさ、アドバイスで言ってなかったやん。いや書いたからチャットに、ラミンちにペットいたよな、ペットで連れって。あ、確かに確かに書きましたからね。その一部の優勝だわ。猫の話題になったら、しゃべろうって思ったの。でも、ぶっちゃけラミーちゃんがどこ買い物行きたかったのかなは気になってたけど。うん、なんならラミー、あれを、布団を温めてるように引っ張っていこうと思ったんだけど。もう冷めろ。勝手に冷めとけ、布団は。マリンの布団と一緒に冷めとけよ。感想どうでした？逆になんですけど、うん、なんかペコラっていうのはね、意外とね、はい、気使ってるうちはああやって優しくしてくれるけど、うん、あの冷たさ、逆に仲良くなりすぎた感じのやつあるかなと思うのでね、あのペコラもやっぱ断りづらい相手よりもこうやってめんどくせえなと思ったら、あ、もう帰るわ、じゃあみたいな感じで言える方が楽だと思うので、まあ、ラミーは逆にね、逆に良かった、逆にと思います。なるほどね。ちょっとこう踏み込んで仲良く、仲がいいゆえの、はい、ゆえのね、雑さみたいなのが出ちゃったのかなって感じですかね。雑に断れて、ペコラも気が楽だったと思います、逆に。はいはい、いやー、まあ、でも正直、当然の結果って言いますか。マジ？猫選んだから選ばなかったと思うぞ。いやいやいや、ゆきはなラミ、今日布団温めときます。よろしくお願いします。行かない。それはやめた方がいい。あー、まあまあ。